はい。どうも皆さん、こんにちは。イズかコです。それでは今回なんですけども、PayPay ペペ対象の飲食店20%還元キャンペーンは、テイクアウトでも対象 D 払い、吉家でなんと50ポイント還元キャンペーン始まるということで、今回は PayPay ペペと D 払いの話題ですね。今はですね、まあ、例のあれの影響で、現在不要不急の外出が自粛となっているんですが、まあ、そんな中で、まあ、なかなか外食に行けないということで、まあ、ちょっとそれを手助けするような、ちょっとしたキャンペーンがありましたので、そちらについてお伝えします。 をしていいこうと思いますそれではってみましょうということで早速まずは PayPay ペペからですねこちら今現在 PayPay ペペでは 対象の飲食店で20%戻ってくるキャンペーンっていうのが4月の30日まで開催中です。一応 Yahoo プレミアム会員の方は25%還元で、冬上限に関しては1回に2000円相当で、期間中は最大でまあ3000円相当戻ってくるということになっています。で、こちらのキャンペーン、ちょっとした追加情報がありまして、それがこちらなんですけども、テイクアウト、一部の宅配も対象、テイクアウト、宅配についての詳細は各社のホームページにて、 ご確認くださいというような発表がありました。まあ、実際にこのテイクアウトのお店、どんなお店が出てるのかっていうのも出てましたので、それも見てみましょう。じゃんということで、まあ、これが今回のキャンペーンの一覧のお店なんですけども、実際に今出てるようなお店が、まあ、テイクアウト可能なお店であったりとか、宅配可能なお店となっております。まあ、僕が知ってるお店であれば、サーティーワンとかガスト、あと、スキア、中ウ、ハマ寿司、ビッグボーイ、 デニーズ、花丸うどん、ウェンディーズ、築地銀だこ、松屋、吉野屋とかですかね。でですね、まあ今回一部をピックアップして、まあそれぞれちょっとお得な購入の方法というのがありましたので、そのお店がこちらの三加盟店ということで、まあガストと松屋、吉野屋、このお店がまあちょっとしたお得に購入できる方法というのがあったので、これをちょっと簡単にお伝えをしていこうと思います。 まず一つ目はこちらガストからですね。まあ、これ結構前回のキャンペーンでも利用された方結構多いんかなと思うんですけども、まあ、主にま、テイクアウトのお得な方法なんですが、その前にスカイラークの公式アプリをインストールしていただければ、まあ、今回の方法が可能となります。まあ、これ無料でダウンロードできますので、ぜひまだインストールされてない方はインストールしてみてください。で、実際にインストールして会員登録を行ったら、こんな風にガスト、まあ、スカイラークの主なお店が出てきまして、その中のちょっとしたクーポンというのが出てきます。で、実際にガ ラストであれば、この画面ですね。今出てるようなものであれば、お持ち帰り限定、ハンバーグ白身魚フライ。これが390円が380円になったりですとか、他にも、ハンバーグ若鶏の唐揚げ。こちらが380円。あと、こちらもですね、チキテ的ピリ辛スパイス、599円。まあ、これ、もともとが699円なので、100円お得と。 あとはスカイランクのアプリ以外にもスマートニュース結構利用されてる方多いと思うんですが今現在であればこちらもありましたお持ち帰り専用チキングリル彩り弁当ということで688円が638円ということですねなので今回の対象の飲食店の20%還元キャンペーンとこのようなクーポンと合わせればお得にできますのでぜひガストを利用される方はこちらのクーポンなどを使ってみてください ちなみにガストに関しまして、ガストというよりはスカイラックグループに関しましては宅配のサービスもやっておりますので、もしですね、対象の地域でこの宅配のサービスやってるということであれば、まあこれも結構うまく使えるのかなと思いますので、これもぜひ公式ページをまずチェックして、そこの中で利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。それでは次は松屋ですね。松屋は結構利用される方もちょくちょくいらっしゃるのかなと思いまして、松屋ではこちらのキャンペーンが今ありました。それがこちらなんですけども、お家で松屋テイクアウト限定という ということで、まあ、今回の、多分あれの影響でこんな大きなキャンペーンが発表されたのもあると思うんですけども、上から見ていこうと思うんですが、なんとですね、牛飯並プラス生野菜税込み400円ということで、これが税、トータルで10 18%オフになるということなんですよね。で、すでにこのキャンペーン始まっておりまして、4月の9日から4月の28日まで開催中ということですので、このペ a ペ p のキャンペーンと組み合わせて使うことも可能ですね。それに加えて、定食ライス大盛り無料ということで、 これはですね4月の9日から ペイペイのキャンペーン終わるんですけども、5月の12日まで開催中ということでございます。これに関しては結構僕、白ご飯食べるの結構好きなので、これは結構嬉しいキャンペーンじゃないかなと思います。なので、まあ松屋に行かれる際は、このペイペイのキャンペーンと、もしテイクアウトを利用される際は、このキャンペーンも合わせて使っていただければ、結構お得になるかなと思います。それでは最後、吉野家ですね。まあ吉野家に関してはね、結構このキャンペーン、うまく使われてる方多いのかなと思いまして、まあ今回のこの20%も 戻ってくるキャンペーンに加えて、じゃんということで、まあ、これいいですよね。牛丼と牛皿全品15%オフということで、このキャンペーンに関しましては4月の22日まで開催中でございますので、もうこれだけでも結構お得なのかなと思います。 ちなみに、この全品15%オフに関しましては、牛丼、牛皿、牛皿ファミリーパック、そしてテイクアウト限定全サイズが対象となりますので、まあこれに関しては、まあ全部、全部の商品がというわけではなくて、まあ一部の商品だけが対象となるので、ここはお気をつけください。で、あともう日程としたらギリギリにはなるんですけども、牛丼でも定食でもモバイル T カードなら、80ポイント10回までも必ずもらえるというようなキャンペーンも開催中でございます。これに関してはですね、4月の1 0 2日の日曜日まででなりますのでこの動画を見ててまだ日にちが間に合うということであればこの3つのコンボをですね合わせてぜひ吉野家で利用してみるのもいいんじゃないかなと思います以上がペーペーのキャンペーンについてでしたそれでは次は D 払いですね D 払いでは今回この吉野家に関連しましてキャンペーンが開催されますそれがこちらなんですけども D 払い吉野家予約注文なら テイクアウト限定プラス50%還元ということになっております。これやばいですよね。プラス50%還元ですね。で、期間に関しましてはもうすぐスタートするようになっておりまして、4月の13日から5月の10日までキャンペーンということになっております。で、期間時の上限は500ポイントまでとなっております。で、このキャンペーンなんですけども、まあこれ公式ページからそのまま引っ張ってきたんですが、D 払いアプリ内予約注文から吉野家ご利用でということなんですけども、 まあ、D 払いですね、最近ちょっとアップデートがかかりまして、まあ、少し前に、まあ、僕の動画でもお伝えしたかもしれませんが、まあ、ちょっと D 払いミニアプリというような感じで、まあ、D 払いが結構ですね、最近ハイテクになりつつありまして、D 払いのアプリ内から吉野家の商品を注文して、そしてあとはお店に行ってテイクアウトすると、それをクリアすることによって今回 D ポイントがプラス50%還元を受けることができるというようなキャンペーンとなっております。 これいいですよね。ほんと D 払い内で予約注文して、あとは取り行くだけということなので、本当にね、お店に並ばず、このまま商品を購入できるということですね。で、一応やり方の流れというのがありましたので、それそのままお伝えをしていこうと思います。まず、ステップ1ということで、D 払いのアプリからエントリー。まあ、このキャンペーンのページ、一応概要欄にリンク貼ってますので、まだちょっとエントリーの期間は4月の13日からなので、まだ今すぐっていうのはできないんですけども、キャンペーン開始したらまずエントリーを行うと。 次に、まあ、先ほどもお伝えしかけてましたけども、今出てるように、D 払いアプリから、オレットというところを開きまして、吉野家テイクアウトというところを選択します。今、右の画面に出てるように、D 払いに吉野家の項目が出てますので、この吉野家の項目をタップすると。そうすると、ご覧のようにですね、店舗、メニュー、受け取り日時を選択ということですので、ここで、まあ、ご自身が選びたい商品というのは、この中から、それぞれ選択をしていくということですね。そして、この D 払いのアプリ内で、 支払いを実施するということですね。もうこれだけで、あとはもう注文完了ということですので、これが完了したら、あとはその指定された日時、あとは時間の中で店舗で商品を受け取るということになります。 これめちゃくちゃ簡単ですよね。まあ、とりあえずお家で、まあ、設定というよりかは注文して、あとはお店に行って受け取るだけということになるので、これは本当に便利なサービスだなというふうに思いました。そして今回のキャンペーンですね、後日 D ポイントを還元プラス50%。50%って響きがいいですね。で、期間中条件が500ポイントとなっております。なのでね、この条件を超えないように気をつけてください。まあ、そんなこんななこで今回はペのイのペイの対象の飲食店の20%戻ってくるキャンペーンー 50%還元キャンンペーンについいててお伝えをさせていただきま,したまあね、本当にここ最近は外に出ることっていうのがなかなか少なくなってきつつはあるんですけども、まあこういったようなテイクアウトのキャンペーンっていうのは、もしね、近くにお店がある方であれば、まあ本当混雑する時間を避けて注文するのもいいと思いますし、まあ、先ほどお伝えしたような D 払いのキャンペーンを使って決められた時間にサクサクっともう注文してすぐ取り行くということであれば、まあいわゆるその3密を防ぐこともできますので、まあぜひこのキャンペーンですね、4月の13日 か開始されるるのので使ってみるのもいいいいんじゃないかなと思いますで今回お伝えした内容に関しましては下の概要欄にリンク貼っておりますので詳細気になる方は是非チェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございましたまあ、今回の先ほどのキャッシュレスの話はまっ 全く持って外れるんですけども、ここ最近ですね、まあ、ツイッターであったりとか、インスタグラムから、あの、月平について、あの <laughs>、見つけたであったりとか、購入しましたよっていうことをちょくちょくご連絡をいただきます。いやね、まだ未だに実はですね、僕スーパーとかでお買い物するんですけど、ちょっとまだ出会わないんですよね。で、前回のライブ配信の時に、あの、パンコーナーの近くにあるというような情報もあって、 入れ、いただいたので、まあ、それを元にですね、またあの、月平探しの旅、まあ、極力ね、出らないようにはしてるんですけども、まあ、スーパーに行く買い物のついでにちょっと月平も見つけたいなと思います。ということで、月平